どうぞ。こんにちは、マッスルグリルトークです。スマイル、はい、焼けたねスマイル。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、一応こっちです。吹き替え、吹き替えやったんだ。吹き替え意味ないんじゃないですか、そうしたミスターマッスルみたいな。ミスターマッスル見てください、皆さん、うちに村田さんがお越しいただきましたよ。こんにちは、ついにやってきましたよ、あざみさん。いや、スマイルが追いやられちゃって、初めて。亀井先生だったら入るんですけど、ね、あの村田さんでかいんで、ちょっと入んなくなっちゃう。ちょっと入らないし、まあ、こういうご時世なんで、僕は今、今日ここで見守る監督やらせてもらいますんで。話がそれたら戻してもらおうかな。わかりました。井上さんのファンがちょっとね、今日は、楽しんじゃう。申し訳ございません。ちょっと今日はね、ダンディーな男に、ちょっと、すみません、ね、お越ししていきたいと思うんですけど、はい、村田さん、トーク第シャイニーあざみ家、あざみ家でのトーク一発目、はい、村田さんの減量について。あ、減量についてですね、減量、はい、中ですからね。そうですよね、はい、減量中なので村田さんも減量を聞きたいなというところで、はいはいはい、まあ、減量のテーマとか期間とか体重幅とか、はいはいはい、まあ、摂取カロリーのこととか、うんうん、多分みんな気になってると思うので、まあ、その辺をちょっと教えていただきたいな。そうですね、はい、お願いします。僕ね、2年ぶりに今回減量してるんですけれども、うん、あ、ちなみに最後に出たコンテストは2019年、はい、ビーフ佐々木クラシックですよね、はいはい、一緒に出ましたね。出た、そう、あの時が最後で、 あれから2年空いてるんですよ、はい、で、その間に結構乗せちゃったんですよね、うん、で、それこそ去年大会出てないんでトレーニング自体もめっちゃ甘くなったし、うん、かなりね、ひどい状態からスタートしてるんですけど。だけど、俺も思うんですけど、はい、やっぱ月に1キロは乗っていくじゃないですか、はい、そうすると6ヶ月で6キロは絶対乗りますよね、うんうん、で、2年だったら10キロとか普通に乗りますよ。いや、だから、過去最高体脂肪になったんですよ。まあ、それが18、19とかだったんですけど、パーセントでいった、はい、15% って今全然なかったんですけど、はい、18、19まで行って、あ、もうこれ終わっただろうとか思ってたんですよ。もう腹筋も消えますし、で、まあ、そんな状況が1年続いたわけで、はい、今回、まあ、大会出ようと思って減量始めた時もぶっちゃけ全然モチベーション上がんなかったんですよ。とりあえず出なきゃダメだなっていうレベルの、まあ、意識で、まあ、なんとなく始めるかみたいな感じでもう全然やる気なかったんですよ、うん、だからもう減量期間ももう3ヶ月で終わらせようと思って、うん、もう3ヶ月です。だから8月29のビーフ佐々木クラシック目指してやってたんですけど、はい、始めたの6月1日から。2年空いて18、19から3ヶ月で落とそうっていう結構ね、無謀なもう挑戦ですよね。そうなんですか。結構無謀じゃないですか。何キロ、結局何キロ減する予定なんですか。10キロですね。あ、10キロだったら確かにきついな。そうですね、結構きついですね。だから理想であれば、まあ、3ヶ月ぐらいで、しっかり絞って1ヶ月キーピングっていう感じで上げていけるのが理想ではあるんですけど、まあそういうのを怠ってるわけですよ、今回。ベースがね。もうそれも完全にスタート時のモチベーションですよね。で、まあ何キロカロリーからスタートしたかっていうところなんですけど、はい、摂取カロリーは2400、500ですね、うん。からスタートですね。はい、そうです、そうです。ちなみに村さんの基礎代謝は？基礎代謝は2200、2100、2200ぐらいですね。なんで、そこから2400、500って結構少ないですよね、やっぱり初期としては。うん、もう最初もがっつり落としちゃおうってことで、もうそこから、早い段階で落としたいなっていうことで、それで始めましたね。で、やっぱりね、最初かなり落ちるんですよ。一気に、それこそ1ヶ月で4キロ、5キロぐらい落ちたんですよね。あ、そうですか。がっつり落ちたんですよ。結構いけんじゃんとか思ってたんですけど、はい、まあ案の定停滞しますよね。がっつり停滞しちゃった。そうですね。まあこれはやっぱね、減量やったことある方だって分かると思うんですけど、やっぱね、人間絶対停滞します。そう、これ僕お客さんにもやっぱ言うんですけど、うん、代謝が落ちるわけですね、うん、要はね、いかにいい代謝をキープしながら、まあ減量生活を過ごしていくかっていうのがやっぱりうまい減量になるわけですけれども、うん、まあ、がっつり停滞しましたね。6週目ですね。まあね、6週目で減量って悪くはないっちゃ悪くない。そうですね、まあまあまあそんなもんですよ。前借りした感じですよね、早く過ぎちゃったっていうか。そうですね、で、まあそっからはいわゆるカーボサイクル。あ、じゃあ最初は PFC バランスは普通の変えずにずっと一定の、はい、ご飯食べて。そうです、そうです。だから最初の6週はもう全然楽ですよね、はい、減量してる感あんまないですよね。ちょっと食い物クリーンにするぐらい。そうですね、そうそうそう。だから全然苦でもないですし、で落ちるし、あ、余裕じゃんとか思ってたんです。で、有酸素もしなかったです、その時は。はい。
で、6週目からもう停滞です。1週間ぐらい変わらなかったんですね。そこからカーボサイクルって言って、まあ、低炭水化物の火を作って、うん、高炭水化物ってことでこう揺さぶりをかけるやつですよね。うん、まあ、結構オーソドックスな。そうですね、最近みんなやってますよね。だチートデーっていうわけではないんですよ。はい、チートデーって結構好きなものを食べて、はい、まあ、脂質とかも上げると思うんですけど、はい、脂質は上げないで、炭水化物だけ純粋に上げ下げするみたいなやり方ですね。カーボサイクルっていうのを。で、それでやったらやっぱり落ちたんですよね。で、落ちてったんですけど、今度新たな問題が生まれて、はい、間に合わない。落ちること落ちてるんだけど、はい、このまま行ったらあと6週で自分が目指してるところまで行かないなってことに気づいたんです。なのでそっからはもう有酸ですよね。有酸を急ピッチで入れていく。ただ基本的に減量って切るカードを残しておくわけじゃないですか。で、どん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 、はい、停滞したら新しいカードを切っていく。だ僕としては最初はまあ何もカードは切らずに普通に減量していって、停滞したのでカーボサイクル1枚出して、うん、でそれでもオチが悪い、緩やかになってきたから、有酸素を入れる、うん、で今度はまたね有酸素を増やすとか、もう切れてないじゃないですかってやったらもう何摂取量を減らすとか、ベリーローカロリーね、はい、そう、はい、でも今ね切るカードないですマジっすか。でもまあ一応落ちてってるんで、はい、間に合わないかもしれないっていうだけで落ちてはいるんで、あと1ヶ月ねあればねって話なんですけど、そんなこと言ってもしょうがないんで、それは言い訳ですよ、単純に。いやでも村さん言っても2年ぶりなわけじゃないですか、はい、だから減量とかって毎年とか3ヶ月で人間のその人間はまるっきり細胞が変わっちゃってるわけじゃないですか、うん、言いますね。その中でそれを何周くる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 回ったニューダンディーになってるわけじゃないですか。そうですね。ってなると、そもそも前のやり方が通用しないから。おっしゃる通りで、うん、ぶっちゃけ自分自身のことが分かんなくなるんですよ。2年ぶりだったんで。自分が何食べたら体に合ってるとか、うん、どのぐらいのこう、なんだろう、代謝量があるのかって感覚的にやっぱ、ある程度やってると分かると思うんですけど、それがね、一切分からなくなるんですよ。自分がつかめない。だ最初って結構自分をつかむ期間ってあると思うんですよ。減量初期って。はい、うん、これぐらいでやったら腹すくとか、これぐらいでやったら体調落ちてくるとか、うん、そういうの分かんなかったんで、やっぱりダメですよね、3ヶ月だ。初めて減量して大会出る人とかは結構やっぱね、余裕持ってやった方が絶対いいです、うん、でもみんな多分普通のダイエットされてる方だったら、うん、3ヶ月前から始めても余裕じゃないのって思ってますよ、絶対。あ、まあ、確かに確かに。でもなんか自分やっぱボディービルダーがすごいなと思うのが、うん、普通の人から見たらそんな落ちたんだなんですよ、うん、まあ、確かにサクセス。そう、確かにね、うん、10キロは落ちてるんで、うん、3ヶ月で。しかも結構かかってないですね、うん。まあさっき見たけど、結構割れてる、普通の人が見たらバッキバキの状態で、ね、もうこれでサクセスなんですよ、普通の人だったら。まあ確かにそうなんですよ。うん、だけど、そっから先はやっぱり違う領域ですよね。コンテストコンディションってなってくると、やっぱりかなり厳しいですよね。うん、だから自分も結構ダイエットのお悩み聞くんですけど、どのレベルかによって全然アドバイス違うんですよ。確かにそうですね。村さんが今作ってきたところまでだったら、まあ応援できるじゃないですか。そうですね。だけどそっから先になってくると、やっぱりその厳しい意見を言わざるを得なくなっちゃうんですよ。うん、でそうするとやっぱり嫌だとか厳しいとかってやっぱなっちゃうから、まあ、ここはもうぶっちゃけあれですね。もう自分たちだけの情報ですよっていうことで、村田さんの今後のやることで言ってもらいたいですよね。もうこっからは気合いっすよね、ぶっちゃけもうテクニックとかがそういう話じゃないです、もう我慢大会です、自分の戦い。まあそうっすよね。だから僕がお世話になってる今ジムで、まあ、お仕事でお世話になってるジムで、JWEBF のボディービルダーの方がいらっしゃるんですよ、はい、でその人が結構絞りすごくって、うん、まあ、結構 CM とかにも出てるような人なんですけど、その人が言うには絞りは情熱だって言うんですよ、うん、絞るのは誰でもできると、情熱を持って燃やせって言うんですまあそうだなって確かにだけどなんか自分はやっぱそこに人間性とか、はい、その性格とかそういう才能が入ってくると思うんですよね、はい、要はその格闘技向いてる人、ボディービル向いてる人って俺結構全然違う性格の人だと思ってて、はいはいはい、だからそこら辺は情熱を持てるか持てないかっていうところだと思うんですよ、うん、はいはい、だから結構俺の中で我慢できる才能と頑張れる才能って違うと思うんですよ、うん、なるほど、はいはい、で俺の中での我慢はセーブしていくことなんですけど、うん、頑張ることって自分以上のエネルギーを使って頑張っていくこと、うん、はいはい、で減量ってそれやっちゃうと失敗しちゃうじゃないですか、うん、そうです、疲れちゃうとやっぱ落ちなくなってきますからね、そうそうそう、だからそこら辺がなんか難しい、金難しいですよね、うん、頑張りすぎちゃうとダメなんで、そうそうそう、
適度にやっぱ休ませる、うん、まあ普通にねトレーニングされてる方だったらわかると思うんですけど、やっぱねそう疲れ切ったらやっぱ力も出なくなるし、うん、代謝も落ちますから、そう僕はね確かに難しいっすね。とにかくコンテストコンディション持っていくのはある程度のやっぱ経験と、はい、まあ知識と、はい、そして最後に気持ち確かにまあ必要なのかなっていうふうに最近そうですね、自分もその JBBF のそのクラス別とかのそういうなんかレベルの高いコンテストを見て上位の人見ると、どんな熱量でやったらこうなるんだよって人が集まっちゃってるから、そうですね、だからあれはもう才能っつうか気の持ちようなのかなっていうとこですよね。特に僕の勝手なイメージですけど、あの JBBF のビルダーの方たちってもう人生かけてる感じがするんですよ。そのアマチュア競技にもう人生かけてる、はいはいはい、そうですね、そういう人たちがああいうコンディションを持ってくるんで、やっぱ生半可な気持ちじゃあそこまでいかないのかなっていう。だから僕ね、あの一番最初に出た大会もビーフ佐々木クラシックなんですよ。2017?8? いつだったかな、まあ忘れちゃったんですけど、はい、まあ結果は予選落ちだったんですよ、はい、フィジークノービスで。その時に思ったのが、まあ、やっぱ初めての大会ですし、どれだけ絞ったらいいかわからない、うん、で、まあ、結構もちもちの状態で行ったんですよ。もう恥ずかしくて帰りたくなったんですよ、うん、みんなかなりも真剣に、それこそね、その日に人生かけて来てるような人たちもいたわけです、うん、そこを生半可な減量で行って大会出ますとか言って、舐めてんなと思って恥ずかしくて、その日は自分の体に恥ずかしいってじゃなくて、その自分のその気持ちが恥ずかしくて、すっげえ帰りたかったですよ。だけど僕も最初同じような感じで、ミスターなんか東京選手権大会じゃなくて、はい、なんだっけあれ、東京オープン、そうそう東京オープン出た時に全く同じでした。だけど俺は頑張ってるつもりだったんですよ、うんうん、もう一日一食で多分1日1000キロカロリー以下でやってたと思うんですよ3ヶ月ぐらい、はい、だから俺は逆に村田さんと逆で惨めになりましたし、うん、頑張ってるのにみたいな、そうそうそう、だからまあそういう失敗も経てみんなああいう異常な仕上がりになってると思うんですよ。そうですね、だからベチンってやられるの大事っすよね、うん、そうですね。いや本当におっしゃる通りで、はい、その僕その日にその日から結構変わったんですよ、うん、モチベーションというか、あこれは もっと頑張んなきゃいけないということ でやっぱ負けたら負けたら悔しいわけですよね。次は勝ちたいっていう気持ちに変わって、そっからですね、一番伸びたのは。そっから1年ぐらいが一番伸びて、で翌年はね優勝できたんです、うん、あすごい、コンディション、コンディション甘かったですけどね、やっぱり、でも相当絞ったってことですね、それからは、まあ、その時より良かったですし、うん、まあ、トレーニングの強度も上がったってことで、まあ優勝できたんですよね。いやこれあれじゃないですか、じゃあもういいサプリメントになったわけです、敗北が。まあそうですね、まあ結果そこだと思うんですよ一回挫折を経験する、失敗を経験するっていうのは何事においても一番大事なんじゃないかなと思って、そこから学ぶことがあるので。本当そうだわ、学ぶことがなければそれはね、なんだろういや俺もそうで、一発目大体あったかい時期に出るんですよ、あったかくなり始めた時期、そこでもう反省、あうわーっつってで、11月になんとかコンディション作る、ね、だからそれこそ2年前とかもうなんか途中で出たくないとか言ってましたもんね。そうそうそう、もうそんなことのどうせ繰り返しなんですよね。そうですよね、僕は今年だからもう出たくないですよ。いやだから多分村田さんはもし今回でも仕上がったら仕上がったで、もうそこで終わりじゃなくて多分また来年とかってなるんですけど、ね、いやもう今思ってますよ、まだ出てないのに思ってます、来年こそはもうしっかりみたいな。いやでも分かんないもんっすよね、だって俺もやっぱ今ピーク持ってくんのっていうおっさんビルダーいっぱいいますもん。もう15年ぐらい前からこの人見てるけど今ピークみたいな。そうですね、だから諦めないでやっていくととんでもねえ、どっかとんでもねえピーク作れる可能性もあるわけじゃないですか。そうですね、確かにそれはあるんですよ、やめらんねえっすよね。うん、そうですね、そうやっぱり、ね、この減量期間の後半とか特にやっぱきついんですけど、また挑戦したくなるんですよね、うん、そう自分への挑戦なんですよね、これってなんか限界超えていくっていうか、一番あれですよね、見てみたいってなりますよね。ああそうですね、どこまでいけるんだろう。そうですね、なるほど。結局なんか僕も今年はなんか順位っていうよりは本当自分との戦いみたいな感じに今なってて、うん、去年1年そのね堕落した生活というかトレーニングを続けてきて
今になって本当にやっぱり減量期間ってかなりしっかりするじゃないですか。早く起きてご飯一日用意してトレーニングして有酸してみたいな。これを1年続けてたらもっと絶対良くなってたって思って。いやこれもなんとも言えなくて、その米安いるじゃん、はい、米安はなんかそのお話しした時にずっとトレーニングできてなかったらしいんですよ、はい、あ、そうなんですか。で、その跳ね返りでプロになってるんで、それも俺大事だと思いましたね。すごいっすね、それは。一回やめちゃうっていうのもありかなと。だから村さんめちゃめちゃ化ける可能性ありますよ。いやいやいや、だって逆に言うと、言ったら去年やめてたような感じなんで。 だとしたらね、もう村田さんも新しい村さんになってるわけだから、前より聞きやすくなってたりとかしてるかもしれないんで、それはもう、そう前向きに捉えた方がいいんじゃないですか。でも今はまだ大会出てないですけど、かなり熱量上がってて、ちょっともう来年はかなりガチろうって思ってます、ね、まだ出てないのに。今年去年じゃなくて2年前村田さんすげえクラスレベルの高いところで入賞してますから、ね、いやそう僕4位だったんですけど、うん、その上位の2人もプロですから。そうですよね。そうなんですよ。だからそう考えると次のプロ候補なんですよ。だからね、そのクラスで言ったら僕はね、それを2年前のことを思い出して、うん、頑張ろうって思ってるんですよ、うん、あれ元気さんと同じ階級じゃね、1個上かパルクでしたっけ。パルクのクラスでしたっけ。プロクオリファイ出るとしたら、出るとしたらそうです。あ、じゃあ今ほらそこまでいないから。そうですね、うん、僕のやっぱね階級は身長一番高いクラスなんで、やっぱ筋量はそこまでないクラスなんですよね、はいはいはい、で僕はその筋量もやっぱないんですけど、いわゆるバランス的なところは、うん、評価してもらえてるのかなっていうところで、そこは一応強みではあるので、うん、あとはなんかきっちりこう仕上げるっていうところですよね。出た仕上げる。これもう普通の人から見たら何仕上げるって俺なんか言われるんですよ、よく仕上がんないんですよねって言うと笑われるんですよね、うん、仕上がるって何みたいな。いや確かにダイエットで筋肉つけるっていうのはあるけど、仕上がるってもうなんかよくわかんない言葉じゃないですか。確かに筋肉だったらね、こう腕周りとか、体重だったらまあ何キロとかって分かる。仕上がりって数値で表せないから、いやそうですね、なんとも言えないところあるなと思って。まあ並んだ時一番ドライに見えるっていう感じですかね。でもそれは減量とは違うじゃないですか。ああまあ確かに調整っていう感じになってた、ね、なんか同じ多分体脂肪率でも仕上がってるやつと仕上がってるやついると思うんですよね。ああなるほど。だから分かんないと思うんですけど、体質ってありますよね、うん、例えばあざみさんって結構パリパリ感っていうか、ストリエーションが筋張った感じが出るじゃないですか、でもあれが全員が同じ体脂肪で出るかって言ったら出ないじゃないですか、うん、あれも個人差っていうのは少しあるのかなっていう。いわゆるその IFBB のフィジークのプロとか、はい、ボディービルダーでも結構こう丸々とした感じの、そうそうそう、それは逆に出ないんだよね。そうですよね、だからやっぱそこ個人差というか体質もあるのかなっていうところで、確かにそれによってその仕上がりの体脂肪率は違うかもしれない、ね、そうですよね、はい、でどっちが評価されるかっていうのもそこは何とも言えないところですし、まあでも仕上がってなきゃ勝てないからね、やっぱ自分の DNA にこう合わせていかないといけないかな。そうで近年やっぱりどんどんね国内の大会のレベルめちゃくちゃ上がってるんですよね。本当その通り、すごく上がってて本当きっちり絞っていかないともう無理ですよね。まあ、上位取るのは無理かもしれないですね。そうですね、はい、ただまあインプルーブしていくことはまあできるのかなっていうところで、うん、そうですね、それはね確かに。あと正直なところこう誰が出るっていうところでまた順位も変わってきてしまうんで、そうそう当然ですよそれは。で毎週のようにまあ大会をやってるんで、うん、正直まあ順位っていうのは僕はそこまで今重要なことじゃないのかなと、うん、言ったらね出る人が少ない地方に出れば勝てる確率は上がるわけじゃないですか、うん、でもそれってどうなんだろうと思って、じゃなくてやっぱりね順位っていうより自分の中で、去年の自分を超えられたかとかそういうところに勝負していった方がまあ得るものあるんじゃないかって思うんですよね。まあそうですね、はい、それ誰かも言ってたな、誰だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど錦織くんあたりか、あトップそこら辺が言ってたような気がしましたね。なっちゃうんですね。そうですね、山岸さんも確か同じようなこと言ってたと思うんですよね。ですかね、僕の減量というところで言うと、まあ、かなりカツカツというところですね。まあでもまだあれですからね、まあ、11月もありますからね。ねえ、だからあずみさんはねずっとね減量だびっくりするんですけどずっと沼食べてるんですよね。一年中沼ってする、まあ、そうですね、僕無理なんですよそれ。いや無理っすよ普通の人は。それは俺も特別だと思ってますし、そういうのも含めて才能だと思うんですよね、はいはいはい、だから自分は体作る才能っていうよりも一つのことをずっとできるんですよ。だから工場とか勤務してた時はすごい楽しかったし、はいはいはい、
筋トレ向いてる人ってそうですよね。いい悪いじゃなくて、同じことができるんですよ、うん、で逆に言うともう他のことやりたくないから、はいはいはい、まあこれもね何とも言えないところなんですよ、うん、で同じことをやったところで結局例えば堕落してから絞った人と俺みたいにずっと同じことやって完成したステージでの差って別に変わんないんですよ、うん、はいはいはい、だから俺はそれは長所だと思ってないしいいとか思ってないんですけど、うん、そのまあ俺はとにかく人生においても何においても安定を求めてるんでなるべく安定したいんですよねなんとなくそれ分かる感じがします、はい、だからそういうところにあるのかなっていうところで、うん、別にそれがストイックって言われたら俺の場合みんなのがすごいと思うんですよ、うん、一回離れたのにまた戻ってきて体作れるって俺はちょできないんで、はいはい、一回どら焼き食べちゃったら多分明日も食っちゃうんですよ、うん、だったらもう今日食わないっていう、はいはい、そういう考えなんですよね。なるほど、はい、そのストイックっていうところは難しいっすよね。だからやってる本人としては別にストイックだと思ってなかった。思ってない、しょうがない。そうですね、これをやるしかないからっていう。そうですね、でまあ早く引退したいっすよ、だから本当にそれはあるかもしれない。やめるのが一番楽っすもんね。そうですね、はい、そうですね。僕ももう去年はもう大会なんか出たくないってずっと思ってましたけどね、うん、でそれがね、それで本当に心の底から追われたら幸せじゃないですか。そうですね。でもどっかにうわやっときゃよかったっていうのを残さないように、うん、そうですね、死ぬほどやるっていうことですね。そうですね、はい、まあ、そんな男の8月29日集まってきますから。いやそうですね、そういう男たちが、そうね、そう、その中で輝けるかっていう。そうですね、その日だけの競技ですから、そこの試合。いやそうなんですよ、だその日ばかりは勝ちにこだわっていきましょうよ。そうですね、あとの日はもうどうでもいいじゃないですか。もういやぶっちゃけね、ちょっと自信はあるっちゃあるんですよ、うん、しっかりコンディション持っていければ。いやもうそれは多分普通にこのでかさと筋量の体重との関係でなんとなく自分がどの辺にいるか分かるじゃないですか。そうですね、それでいったらもう絶対上位ですから。そうですね、うん、そうなんですよ、だからちょっとね、行きたいっちゃ行きたいですよね。だからまだ諦めてないです、うん、あと10日、ね、あと10日あるし、そのビーフ佐々木29日までって言ったらまだ、17日あるんで、うん、まだまだ、まだ持っていけるんで、そう、その前、それまではねもう必死でやります。まだ諦めてない。なんなら11月もね、あるからね。いや、だからね、僕もう今ね、もう、やばいんすよ。Google の検索履歴が、どら焼きと今川焼きばっかりなんです。なんで和菓子なんですか？いや、顔もかってるから。そう、今、和菓子にハマってるんですよ。だから、大会終わったら和菓子系 YouTuber になると。ああ、それいいじゃないですか。アキトさんと一緒にコラボしたら、番組ですよ、それ。アキトさん、和菓子行くんですか？ねえ、二人並んでこの面白いと思いますけど、ね。めっちゃ紹介したい和菓子、めちゃくちゃあるんで。いや各地の名店回ったりとか、いろいろ計画してるんで、筋トレ系和菓子とか作ったりとか。いいすごいと。そうそうそう、うん、多分、ね、伸びるかなと思ってそうそうそう。なかなか更新してくんないから、ダンディ。いやもう減量始まっちゃうと何もできなくなっちゃうんで、そういうとこもちょっとね、まずいなって思ってるんですよ。手がつかなくなるんで。こう、やっぱ、一直線にこう、目標に向かっていかないと、やっぱそのコンテストコンディションなかなか作れないんで、こうなっちゃうんですよ。今交友関係もかなりこう遮断してますし、難しいですよね。こう人とこうなんかお付き合いしてるとちょっとその合わせちゃったりするんで、それやっちゃうとやっぱりもう崩れちゃうんで、もう誘われても断るとか、超釣れない生活になっちゃうんですね。友達減りますね。いや、そんなことないですよ。いるじゃないですか、いっぱい。ありがとうございます。俺もそうですから。ありがとうございます。繋がってます、心がね。ありがとうございます。じゃあとりあえずまあ頑張りましょうね、これからも、ね、そうですね、はい、同じ大会出ますから、何かあっても、まあ、乗り越えてやっていきましょうよ。でね、やっぱり我々の周りの方たちも29日結構出る人がいるんで、うん、まあ、そういう人たちの SNS とか見てね、元気もらいながら、うん、心の友ですか。そうですね、はい、目標は同じですから。そうそう、そういうこと、ね、頑張りましょうっていう感じですね。はい、というわけでダンディの今後注目ください。でこの後またね、ダンディに聞きたいことあるんで、また別の、トークでご期待くださいということで、はい、じゃあスマイル、こんなところでしょうか。いいじゃないですか。いい内容だったと思うんです。本当ですか。村田さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また、次も多分村田さんどうも、ね、はい、はい、お願いします。ありがとうございました。バイバイ。